おざす、よし部長です。皆さん、新年明けましておめでとうございます。今年もよろしくお願いいたします。ということで、早速なんですが、2024年、波乱の幕開けとなりました。まあ、皆さんも今回の石川県の震災についていろいろね、思うことあると思いますが、僕も、震災派遣、何度か経験してきた身としてちょっとね、お話ししたいことがありましたので、1本目の動画、少しね、暗い話となってしまいますが、震災について話をしていきたいなと思います。はい、ということで、今回の震災について、特に SNS 上で話題になっていますが、個人で支援物資を現地に運び入れること、これについて皆さんはどう思いますか？石川県では明確に知事が個人での支援物資の搬送はやめてくれと公言しています。ですが、このように、個人で現地に向かう方々が後を絶ちません。で、個人的な意見にはなりますが、僕も個人で現地に行くことは正直結構否定的です。個人で現地に行く方の意向としては、政府に任せていたらいつになっても、支援物資を欲しい方の元に届かないと。だから俺たちが行くんだ。まあ、これについては確かに一理あります。確かに遅いと思います。ではなぜ支援物資が行き届くのが遅いのかという話なんですけども、災害派遣において救助する側が最重要視するのは人命救助です。瓦礫の下に埋もれてて、今まさに生命の危機にさらされている方の救助です。救援物資が必要な方々って、まあ、もちろん我々と比べたら非常に劣悪な環境下にいるのは確かなんですけども、今まさに生命の危機にさらされてるかっつったらそういうわけじゃないんですよね。まあ、ですが、個人でのボランティア活動、支援物資を届けたいという方が現地にたくさん押し寄せていて、もうすでに交通麻痺が起きています。なので、個人が現地に自家用車でね、向かって交通渋滞を招く、これは人命救助をする上では邪魔そのものなんです。現地に向かっている方の中には、俺たちはこの場所を熟知してて絶対に人の迷惑にならないから大丈夫だと、こういった意見を言っている方もいたんですけども、まあ、確かにね、1人2人10人20人だったらさして影響はないんですけども、そうやってね、個人で行きたいっていう人たちがもう何百何千と集まっていったら、それは話が変わってくると。ましてや目の前で二次災害が起きて土砂崩れが起きた、こうなった場合に自分で対処できるかなと。もちろんね、避難所にいる方々、確かに苦しい生活をしています。だから支援物資が届いたら嬉しいのはもちろんです。ですが、最優先すべき事柄はそこなのでしょうか。さて皆さん、話は変わりますが、災害派遣に行く側、警察、自衛、消防、それらの部隊にとって一番の失敗って何だか分かりますか？それは部隊員の死です。なので、これでもかっていうほど策を練って、万が一起きる失敗を最小限に抑えるために、危険な箇所はどこなのか、現地の方々に情報を収集して綿密に計画を立てて現地入りします。僕は機動隊にいたことがないので浅はかな知識にはなってしまうのですが、これが遅い立ち上がりの原因で、災害というのは非常事態なので、多少思い通りにならないことがあっても致し方ないことなのかなっては思います。はい、とはいえね、僕もね、実は災害発生してすぐに現地行きたいなと思ってルート検索してみたんですよ。したら、まあ何でもない時で7時間で、今回災害が起きてて高速道路もね、途中使えなくなってくると、なんで、まあ10時間以上かかるだろうなと。で、往復20時間ですよ。ね、そういうのとか考えたら、いや普通にこっちに残って働いてね、何かお金という形でね、支援するのが一番正しいのかなと思って、今回僕もね、
支援金、義援金送らせていただいてます。はい。そんでね、あと正直な話、やっぱなんで行こうか、真剣に考えた結果、もちろん人命救助、誰かを助けたいっていう気持ちが一番なんですけど、やっぱりこのネットで配信してる側としては、ね、再生数だとか気にしましたし、あとはね、視聴者さんに見せたいとかね、そういう、なんつうのかな、現地を第一に見て、それを自分のフォローしてくれてる人に見せたいという、なんかそういう好奇心だとかワクワクだとかさ、もういらない横島な気持ちですよ。まあそういうのが、ほんの少しでもあったから、あ、これは俺、現地に行く人間としてふさわしくないなって思って行くのやめました。はい。あと、少しね、こう、SNS を見てて思ったんですけども、高須クリニックの高須さん、あの人がね、ヘリで現地入りしてましたけど、あのレベルの人になると、今度、やっぱ、あ、高須さん来たって、やっぱ、被災者たちもね、高須さん知ってるから、あ、来てくれたんだっていう嬉しい気持ちになると思うんですけど、まあ、ちょっと SNS でフォロワー数多い人たちがね、行ったとて、お前誰やねんと、何しに来たんだと、なると思うんですよね。まあ、なんでね、皆さんも、やれることをやればいいんじゃないでしょうかね。お金とかね、余力がある方は、支援をするだとか、まあ、余力がない方は、普通通り過ごすと。はい。でね、やっぱね、こういう仕事は、もうプロに任せましょう。警察なんてね、人たくさんいますから、ここぞとばかりに頑張っていただきましょう。はい。ということで、今年1本目の動画、ちょっとね、暗い話になりましたけども、今年もね、皆さんに、楽しい警察のリアルを届けられるように頑張っていきますので、ぜひぜひ応援よろしくお願いいたします。ということで、また次回の動画で会いましょう。ザッシャ。